大内桜は日本の女子プロボクサー。福島県郡山市出身。シャイアン山本事務所属。旧リングネーム桜。階級はアトム級。地方公務員ボクサーとして知られる。高校時代は新体操部所属。元東洋太平洋チャンピオン林田達夫と知り合ったことを機にボクシングを始める。2006年4月30日、岡山オレンジホールにて、 JWBC 最高齢の藤沢の理戦で、プロデビュー。しかし、2R 負傷判定で敗れる。同年6月10日、関ゆ子戦で判定により初勝利。10月29日、江口つね子を判定で下しに連勝。しかし2007年2月12日、神田桃子のデビュー戦の相手である、相川千佳子に 1RK 大負けを喫し、戦績は4戦2勝2敗となった。 2008年に JBC プロライセンスを取得し、リングネームを大内桜に変え、5月9日の女子第一回、工業 G レジェンドで一期制最年少の小林優奈を下し、記念すべき勝者第一号となった。7月21日の第二戦でも、大阪に乗り込みこの試合がデビュー戦となった後の世界チャンピオンマリれを判定で下した。しかし、三戦目で後に、 尾関桃が持つ、世界王座に挑戦する、伊藤まみに、こうして引退。なお、なでしこファイトで活動している桜とは別人である。JWBC 時代はメイド服で入場している、ことで話題になっていた。そしてそのバリエーションも豊富である。ありがとうございます。